待してんじゃない。お待たせいたしました。本日お忙しい中、稲村高校出版記念会にお集まりくださいまして誠にありがとうございます。開会に先立ちまして、まずは華やかな日本舞踊をご覧いただきましょう。舞は寿とも子さんです。しばし皆様に優美な世界へと稲沢さんI'm gonna make you mine.
ました恋の柳橋をいただきました。この武器友子様にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さて改めまして皆様こんにちは。こんにちは。本日は土曜日の子供の中全国各地から稲村公募出版記念館にご席を賜りまして誠にありがとうございます。私は本日の司会進行を務めます世田谷区で栗林委員をしております石川直美でございます。本日は皆様のご協力をいただきながら和やかな出版記念館となりますよう務めてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。出版記念会実行委員会大園義友実行委員長より皆様にご挨拶をさせていただきます。はい、なお実行委員でいらっしゃいます真理子義雄様そして藤井聡子様にもご登壇いただきました。はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました大園でございます。本日は週末の何かとお忙しいところこのように多くの方にお参集いただきまして大変ありがとうございます。稲村公募さんの新しい本続々黒潮文明のグローバスにこうするグローバリズムにこうするの出版記念会にご出席賜りましたことを厚く御礼を申し上げたいと思います。申し遅れましたが公募さんとはお互いに鹿児島の島島の出身でありまして月に一度秋葉原におきまして稲村公募東京寄宿という、公募さんの思想と申しますか教えを私たち指導を受けているその仲間の一人であります。公募さんに今日一言お願いしたかったのはサミュエル・ウルマンの青春の一節に青春とは人生のある期間ではなく心の持ち方を言う年を重ねるだけ人は老いないとこの文章大変公募ちゃんに向いてるなと思って今お話しさせていただきました。理想を失うときに初めて老いが来るんだよということであります。そうだ。公募ちゃんにございましては頭を高く上げて希望の波を捉える限り80歳であろうが青春の真っ只中であるということで今後とも私たちをご指導いただきそして本日ご参加の皆様にぜひ一つ稲村公募を激励していただきたいことをお願い申し上げましてご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。